教えて丸々コーチー。あれ今日一人ですね。ヒデです。あ、はい、ヒデです。はい。今日は何ですか。え、今ちょうどそこにいるレッスン生さんに、はい、なんかヒデコーチに聞きたいことないですかって聞いたんですよ。はい。そうしたら、はい、なんか練習に対して、はい、なんかどういう気持ちとかで、はい、こう課題で向き合ってるのかみたいなことを聞きたいですっていうふうに言ってました。なんか具体的にはなんかこう人間得意なところとか苦手なところあるじゃないですか。そうですバドミントンでも。バドミントンでも、はいはいはい、なんか得意なところを伸ばすような感じで練習した方がいいのか、はい、なんか苦手なのをこう潰していく感じなのかみたいな、はいはいはい、ヒデコーチはどうですかって聞きたいって言ってました。ああなるほどなるほど、難しいですね。どうですか。めちゃくちゃ難しいです。なんで今日ちょっと日本なしで、なしで、はい、ちょっとおしゃべり会お願いします。ヒデコーチはなんかどういう感じで練習時、はい、意識してやってんですか。僕はですね、まあ、とりあえず苦手でも相手のコートに入れればいいと思ってます。おお、なるほど。はい。で、まあ、本当にじゃあ練習をがっつりしてた時期っていうのはやっぱ中学、うん、高校になるんですけど、うんうん、僕は、はい。でその時に当時の得意なショットはスマッシュでした。あ、スマッシュだったんですね。めちゃくちゃ速かったです。本当にスマッシュの練習ばっかりしてましたね僕は。あ、じゃあその得意なのを得意を伸ばす、意識でやって。そうなんだ。それはもう自分で考えてやってたんですか。はい、いやもうそれもありますし、まあ、それが楽しかった。あ、実際なるほど、やってて楽しい。うん、めちゃくちゃ大事だと思います。確かに、やってて楽しいから練習やる気になる。うん、まずそれが大事です。もうやる気ない、あ、これも苦手だなって思いながらなんか練習する。でも、うん、苦手を克服したいんだって気持ちがあればいいと思います。うん、なるほどね。そこにモチベーション湧くみたいな。あ、そうです、うんうん、なのでそこに湧くならいいけど、自分は多分そうじゃなくて、うんうん、結構あーってなったらもううーんって むしゃむしゃしていく、なんていうんですか、うん、効果重いです。むかむかしていく、はい、タイプなんで、はい、やっぱりちょっとそれに対して向き合いきれない、なるほど、ことが よくあるタイプなので、うんうんうん、僕はその苦手よりも得意を伸ばして得意で勝負してる、はいはいはい、スタンスで言いました。はい、で苦手は苦手でやっぱりじゃ全部その球をミスしちゃいますとかいうぐらい苦手なら、うんうん、それは練習した方がいいと。あ、もうここ来たら絶対取れないみたいな。あ、そうです、ね、そういうのはちょっと練習した方がいいかなって思うんですけど、うんうん、そうじゃなくてちょっと浮いちゃうとか、はい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 、やっぱここの精度があまり良くないみたいな、はいはいはい、ありますよね。もうカバーしちゃえばいいんです他で。あ、得意なので。あ、そうです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 。なるほど。もうじゃあスマッシュ打たれたら決められちゃう、うん、はい、決められないけど相手のコートには帰るけど、はい、ちょっと浮いちゃうみたいな、狙った球は打てない、うんうんうん、感じだぐらいならもう打たせなきゃいけないです。自分が一生打ってればよくないです。やば、なるほど。そうですそうです、攻撃し続ける、はい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 、攻撃が得意だったんで僕は。はい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 。で僕どっちかというとレシーブ苦手でした。そうなんだ、意外だけどやっぱそういうラリーに持っていかない。あ、もう自分の苦手に持っていかないみたいな。あ、そうですそうです、苦手を出さない、はい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 。なので本当に得意で一生勝負してました僕は。いや、すごい。でもそしたらなんかちょっと苦手もちょっと勝手にできるようになってたりするんですか。そうですね、ある程度はやっぱレベルが上がるにつれて、はい、やっぱ相手も強くなるし、はいはい、でそういうレベルでやっていくとやっぱりどうしても潰さなきゃいけないって自分でなるんで、はいはい、そしたらモチベーションが出ます多分。なるほど、はい、あ、そういうことか、はい、でまた練習、はい、というふうにできると思うんで、一人で苦手だなここどうしようってなってるなら、うんうん、僕はやらなくていいと思います。でも学生さんとかなんか特にそうな気がします。そうですよね、苦手だからやらなきゃって、ね、どのくらいのモチベーションで思ってるか次第だと思います。確かに確かに、はい、結局苦手だうーんって思ってるぐらいならやらなくていいと思います。あ、でもなんかそれを聞いて救われた人もいそうな気がします。あ、本当ですか。全然、はい、本当に好きでやってほしいです、バドミントン。あ、めっちゃいいですね、はい、確かに好きでやってほしいし、うん、でも苦手を直さないと勝てない、でも勝つのが好きだっていうならやってほしいです。確かに、もうね、はい、だったら苦手直そうってことですね、はい、っていうモチベーションで。いいですね、いいモチベーションでやってほしいです、苦手を直す時は特に。 いや、めっちゃいいお話でした。ありがとうございます。今日はお話会、こんなもんでいいですか。はい、いいですかね。ちょっと今レッスンに入っちゃったので聞けないですけど、はい、ぜひじゃあ YouTube で見てください。そうですね、はい、じゃあヒデコーチありがとうございました。